マフマフはね、カービィグッズが多いなって思った、横で見てて。ありがたい、本当に。あとさ、日カービ本ィ酒大よ好くきもとらってか。たよね。そうなんですよ。ね、意外だなんなだと思っろう。て。好きなお酒は何っていう話の時に、自分がその日本酒が好きっていうのを、好きですよ。だけど、普段から日本酒飲みまくってるわけじゃない。そんなめちゃくちゃ飲むわけじゃない。だけど、飲むなら日本酒が好き。ソラレさんって何が好きなの？ソラレさんの方がなんだろう。甘いお酒と、子供が喜びそうなご飯、ハンバーグとか、いや、まあそうなのよ。子そういうの供がソ舌ラレさん好なきんなだの。よね、すごく。辛いもん食べれないし、俺。結構、そう、マフマフって逆に甘いもんたくさん食べれないじゃん。俺全然甘いもの、ケーキとか1個食べても全然大丈夫だし、お酒とかまだ苦いなと思うし、辛いもん食べれないし、ホテルの、ビルの前行くとキーンってするやつうるさすぎて、うってなる。だから、それはわかる。そう、体があれ若やいのばい。かもしれない。ソラさんはめっちゃそういう一般的に美味しいとされるものを全部美味しいって言って食べてくれるまあそうね、好き嫌いないっすね、好き嫌い。ね。そ子供う。舌。そうなんですよ。